はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日紹介するのはこちらムック本ですね。マリー・クワントの6ポケット付きのショルダーバッグです。こちらはファミリーマート限定発売となっております。前回の動画でこちら書店版の方を紹介しましたけれども、今日はこちらと比較しながら見ていきたいと思いますので、よかったら参考にしてください。それでは開封していきましょう。はい、開封いたしました。入っていたのはこちらバッグ本体に加えてこの本が入ってますね。中にはコスメ類がたくさん、コスメアイテムが書かれております。ではバッグ見ていきましょう。はい、それでは写していきたいと思います。ご覧ください。正面こちらマリー・クワントのロゴと、隣にはデイジーが入っております。ブラックにホワイトの文字といった感じです。素材なんですけれども、ナイロン、そしてポリエステルと書かれてありました。このちょっとシャカシャカしたタイプの、そういったバッグになっております。ポイントとしましては、例えばこういうとこですね、持ち手、ファスナーの持ち手にはデイジーが入ってます。で、6ポケット付きバッグということで、ここですね、1つポケット、そしてここにも大きなポケット2つで、サイド、ここを広げていきますけど、はい、両サイド、ここと反対側にもポケットがついてますと、これくらい待ちがあります。はい、ここにもポケットありますね。1、2、3、4、そして裏側、ここにもポケットで5個ですね。で、あとはメイン収納があると、そういった形になります。そしてショルダーストラップに関しましては、ここで固定されているので取り外しはできないんですけど、幅はこれくらい、柔らかい素材が使われてます。で、厚さはこうですね。で、サイズ調節はここですることが可能なので、後で肩にかけてみたいと思います。反対側はこうなってます。はい、全体的に結構ね、こうゴワゴワっとした感じのバッグになってまして、普通にこのように自立させることも可能です。では全体的に一通り一周写しておきましょう。はい、で、ここにこういった金具もついてますね。何か引っ掛けたりとかもできます。はい、で、作り込みに関してはこんな感じで作られております。ですね。はい、サイドはこうなってますね。はい、まだちょっとシワがついてますけれども、使っていくうちに伸びてくるかなと。で、底の部分、はい、このようになってまして、はい、こんな感じでしょうか。で、裏面こうですね。ストラップの部分もこうつけられてますので、はい、長く愛用できる、そういったバッグになっているかなと思います。はい、それではここでちょっと比較してみたいと思います。こちらが書店版で、ファミリーマート版ですよね。はい、こうしてみますと幅は、ほぼほぼ同じくらいかなというところで、高さは若干こっち高いですよね。で、容量としては後でまた測定しますけれども、こっちの方はやっぱりちょっとたくさん入りそうかなっていうところです。で、横にしますと、はい、こんな感じになります。はい、どうでしょうか。裏面を見ると、はい、こうですね。はい、外側にポケットが、ファミリーマート版はたくさんありますので、小物ちょっとすぐに取り出したい時とかはたくさん入れておけるかなと思います。こっちの方はファスナーがないので、取りやすさはどっちかというとこっちの方がスッと取れますので楽なのかなっていう気はしますけどね。と言いましても、どちらも可愛いバッグになってますので、はい、おすすめできると思います。あと肩にかけた感じも後でまた比較してみたいと思います。それではバッグの中開けていきましょう。この持ち手可愛いですよね。はい、あ、やっぱり入ってましたか。意外と広いみたいですね。余裕で入ってます。ピケちゃんさんたちは今日はいないみたいです。はい、中はこのようになっております。真っ黒ですね。真っ黒で奥の方に見えるのは、これは、はい、
フックついてます。鍵をつけておける、まあ、こういったフックがついてます。はい、まあ、鍵持ち歩いている方は、まあ、この辺便利機能いいですね。で、内ポケットに関しましては、この後ろ側のここに、はい、幅の広いそして深い内ポケットが一つついております。まあ、意外とこう深さもあって、まあ、幅もあってたくさん入りそうです。そして続いてこの前面のこのポケット開けてみましょう。はい、まあ、ここも開けますと、まあ、これこんな感じですね。まあ、ここにはスマホを入れたりとかもできますし、はい、小物を入れるのに便利そうです。でさらには、まあ、ここの収納、あ、ここ結構広い、はい、大きめの収納がありますので、まあ、ここも便利そうですね。でさらに後ろ側、ここにもポケットがついてます。いや、この後ろ側についてるこのポケットありがたいです。外側にたくさんポケットがあります。そしてサイドポケット、サイドにもポケットついてるのがすごいですね。はい、あ、ここにいらっしゃいましたか。ピケワンちゃんがすっぽりと入るサイズになっております。はい、こんな感じですね。でさらに反対側、まあ、こちらにはポケットありますからね。はい、あ、こちらにはピケニャンちゃんがいらっしゃいました。はい、それでは荷物いろいろ入れていきます。前回の書店版で入れたようなものを入れていきますけれども、まず長財布いきましょう。長財布も、はい、まあ、開口部、はい、多少余裕がある感じで入れることができます。はい、中入れるとこんな感じです。で、まあ、傘とかですね、はい、ズッカの傘、こちらも余裕を持って入ってくれます。で、あ、ペットボトル、これですね、前回ちょっと入れてなかったんですけれども、はい、こちらの書店版の方のコメント欄に 500ml のペットボトル入りますかと、いただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと補足で今回やらせていただきます。これ 500ml のいつも入れてるペットボトルなんですけど、はい、まあ、入れるとこんな感じですね。余裕で入ります。でちょっと大きめのこの 600ml サイズ、まあ、こちらもですね、横に倒せば、はい、入りますんで、ちょっと見えないですね、はい、こんな感じで入りますので、はい、600ml のペットボトルも入ります。でこう立てて入れる場合は 500ml だとこの一番高いところでなんとか入るかなというところですね。はい、では今回のファミリーマート版はどうでしょうか。 500ml のペットボトルはもちろん余裕で入ります。で 600ml も、あ、余裕ですね。もちろんこんな感じで入りますんで、やっぱり容量かなり大きめですね。で立てて入れるとどうなるんでしょうか。はい、600ml の方はちょっとはみ出ますね、やっぱり。で 500ml の方は、はい、まあ、こんな感じでちょっと味の方に寄せてもファスナーが閉まるくらいの、まあ、そんな深さがあります。はい、そして、まあ、エコバッグとか入れたりとか、まあ、この辺は余裕を持って、入れることができると思います。あとこのね、フックがあるので鍵をつけたりとか、まあ、内ポケットがありますんでね、まあ、そっちの方に小分けしてもいいかなと思います。で、まあ、スマホに関してはこの前のポケットにも入りますし、まあ、ここにももちろん入ります。で、ここの内ポケットとか、あとこの裏側のここですね、はい、まあ、ここに入れることも可能です。そして、こういった幅広のポーチなんですけど、これはここにちょうどいい具合に収まりますんで、はい、このように入れておいてもいいかなと思います。はい、こんな感じでしょうか。そしてこのサイドポケット、これちょっと小さめなので何入れようかなっていうふうに思うんですけど、個人的にはルマンド3本がベストかなと思います。ということで、いろいろと入れてみてきましたけれども、正式な測定はこれから始めたいと思います。前回、はい、まあ、書店版、こちらは10ブルボンの容量がありました。まあ、ご覧いただいた方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、どちらが多いのかということで、今回もブルボン測定を開始したいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。Thank you.
トートバッグの容量は19ブルボンです。はい、ということでたくさん入りました。容量的にはこの書店版よりもファミリーマート版の方がわずかながらちょっと多めに入るかなと、まあ、そんな感じがします。はい、それでは今日も写していきたいと思います。どうでしょうか。まあ、正面にこのマリー・クワントのロゴはやっぱりね、あの目立つ感じで出てますので可愛いかなと思います。はい、でサイズ感、横から見た感じとかね、裏側はこうです。どうでしょうか。はい、で今ペットボトルとか、まあ、お財布とかいろいろ入れてるんですけれども、まあ、このようにしてもそんなに型崩れとかもせず、まあ、普通に持てるかなという、まあ、そんな感じはしますね。でショルダーストラップ今一番長い状態にしてます。まあ、その状態で斜め掛けしますと、まあ、これくらいなので、まあ、十分な長さはあると思います。で使い勝手的には、まあはい、まあ、ファスナーが本当スムーズに動いてくれるのはとても嬉しいです。で中にペットボトル取り出したりとか、あとですね、まあ、お財布取り出したりとかですかね。まあ、この辺は楽に行います。で、まあ、前面のポケットとかも、ね、この辺もですね、ファスナーの動きが、はい、比較的いいので楽に取り出すことができます。であと裏面にスマホを入れましたけれども、まあ、この辺もですね、うん、まあ、取り出しとか特に問題ないかなというところでしょうか。でサイドポケットもありますんでね、まあ、ちょっとしたものを出したいときに、まあ、この辺ちょっと小さめですけれども、はい、まあ、あるだけでやっぱり便利に使えるかなという感じですかね。であとですね、この中に、鍵をつけることができるフックあったと思うんですけれども、ちょっと使ってみますね。はい、まあ、鍵を持ち歩いている方はやっぱり、まあ、こういったものがあると便利ですよね。で、はい、まあ、結構前にあのリンネルのバッグだったかに、まあ、こういうのついてて、まあ、その時教えてもらったこの伸びるやつつけてみました。はい、100均で売ってるやつですね。まあ、こういうのあればこうスッとね鍵できますけれども、まあ、この長さだけでもこういうのつけなくても、まあ、これで、まあ、こんな感じでいけるかなという、まあ、これくらい出てますからね、はい、便利に使えるのではないでしょうかというところですかね。はい、で、書店版のものとちょっと比較してみます。はい、まあ、書店版の方は、はい、こうですね。どうでしょうか。まあ、これもちょっと仮に、はい、かけてみましょうか。はい、交差してますけれどもこんな感じになります。うん、まあ、こんな感じで歩いてる人はいないんですけど、まあ、どうでしょうかね。まあ、どちらかというとこっちがよりマリクワっぽい、まあ、ロゴが目立つのもあって、まあ、そういったバッグになってるかなと思いますね。はい、まあ、色の具合とかどうでしょうかね。まあ、質感は全く、別物なので、まあ、はい、まあ、この辺は好みになるかなと思いますけれども、まあ、光の当たった感じとか、はい、どうでしょうか。はい、ちょっと引いたところでの比較というと、まあ、こんな感じになるかなと思います。こうですかね。はい、横とかね、こうです。ということで、まあ、どちらもとても可愛いのでおすすめできるバッグになってると思います。ぜひまたねチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日はこちら、マリー・クワントの6ポケットショルダーバッグ紹介してきました。こちらファミリーマート限定発売となっておりますので書店には売ってないので、もし気になっている方はご注意ください。でまた人気のバッグになってますので、お早めにファミリーマートの方に行った方がいいかなと思います。というわけで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram でも付録を紹介しておりますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。